今シーズン7ゴールを挙げている中野。さあ中央で大宮です。左サイド走り出していた、ここはディフェンスラインの裏からシュートを狙った、右に外れていきました。オナガです。このスタミナが豊富だという。そうですね、はい、今タイミングよくねボールワイドの位置からねこうボール受けていったんですけどもね、非常にこう惜しいシュートでしてね、少しこう巻き切らない。追いつくのは松本、一旦下げました。そして山本康介、柔らかいボールをディフェンスラインの裏に入れてきた。遠藤ワンタッチからシュート、落としたところシュート、もう一度狙っていく、シュート決めた、決めました。大井健太郎、今日は2試合ぶりの先発で入って、今シーズン、さあ今のプレーです。そうですね、この山本康介のパスで遠藤が非常にこうスプリントしたんですよね、2枚目裏からね、はい、そこの中でこう、まあそうですね、小島のクリアが遠藤の背中に当てて、まあ不運にこぼれたのが大井の前でしたよね。はい、うん、まあこういうふうにこう連続して諦めるので、こうボールをかけていくとこう、ね、何か起こりますよね。島田が懸命に粘って奪い返した。そして中シュートは菊池、ここは一旦踏ん張って中に入れてサイドネット、シュートはサイドネットでした。さあ岩田がその自陣でボールを奪われて中央です。大宮、島田、シュートを打った、キーパー取りました。島田の左足、山本康介から大森、縦に入れてきたボール、ここはブロックしました大宮。さあまた中央から行こうという岩田ですが、シュートを打った、決めた、ゴール、見事なゴールです。中野、今シーズン8ゴール目、2対0、中野が決めました、3試合ぶりのゴール。非常に、ね、こう時間帯もいいですよね、この時間帯でボールが奪えたという、あの得点が奪えたということですね、はい、ここでね藤川も頑張りましたよね、やはりこうちょっと大宮選手が不注意なところがありましたよね、軽かったですねプレーがね、でもそれに反応したのがねやはり中野でしたよね、非常にこうコースを見てしっかりと振り向いたシュートでしたね、ビッグチャンスでしたよね、ここいい高い位置でボール奪ってですね、はい、黒川からのこう非常に、ね、こうシュートを狙いやすいパスが送られましたけどもね、この時も振り抜いたんですけども、しっかりと、ね、こう山田が帰って、ね、対応しましたよ。山田です、シュートを打った、2機のシュートは外れていきました、高い位置でカットしました。大宮、さあ中央からスルーパスを出して奥行きに走る、シュートを打った、まだありますチャンス、大宮中に入れてシュートを打った、最後は菊池のシュート、外れていきました。さあ飲水タイム後のこのプレーになります。さあここは藤川がボールをカットしてミドルレンジからシュートを打った、右に外れていきました、まあ、キーパーの動きを見ながら迷わずシュートを狙っていきました。手に入れてきた、中央カットして抜け出るか、尾長のシュート外れていきました。まあこの3人の関係性でうまくねこう崩せましたよね、はい、まあ、シュートはちょっと難しいシュートになりましたけどもね、はい、こういうリズムの上がった中でこうゴールに向かっていくプレーという。3分台に入りました、アディショナルタイム、前から奪うという吉田が、ここでタイムアップ、ジュビロ磐田2試合ぶりの勝利です。2対0、ホームでジュビロ磐田が大宮アルディージャを破って勝ち点3を獲得しました。